こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日は、漆黒の翼フェスガチャ引いていこうかなと思います。チケット10枚と、ダイヤが160個あるんで、引いていきたいなと思います。で、まだゼルドリスゲットできてないんで、ゼルドリスをねゲットしていきたいなと思います。早速10連やっていきまーすと。ダメです。10連一発目初っぽいな、これ勝てんでしょう。アルビオンに勝てんでしょう。いやー、ダメそうです。ダメですね。ダメでした。ワンチャン消化かかるかもしれない。なしかな。なしですね。はい、まあ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 、一発目なんでしょうがないでしょう。多めに見ましょう。で、ここからダイヤ使っていきたいと思います。よし、2回目10連金マスト。いや、どうかな。なんかあんまり熱くはないね。お、いいね。吹き飛ばしていく。さあさあさあ、カモン。おお、レインボー来た。さて、 SSR1 枚かな、確定ですね。さあ、なんだ、なんですかね。なかなか出てきてくれないな、 SSR で。引っ張るね、引っ張りますね。 SSR が見たいんじゃ。ゼルドリス来てほしいんだよ。なんだよ、引っ張るな。ラストかな、これ。お、来た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 。おー、ゴーセルでした。まあ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 、ゴーセルゲッツ、いいね。3回目いきますと、お、確定ですね。フルカウンターですね。これは確定です。 SSR 連続来た。今度こそ蹴りをつける。さあ、行ってこい。フルカウンター来たぜ。いいですね。はい、という感じで SSR 確定と。さあさあさあ、次かな。あ、この次ぐらいかな。 OK、 SSR エスカノール。フェスエスカノールだったらよかったんだけどな。まあ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 、 SSR ゲッツしていくと。いいね、いい流れ。もう一回いきます。連続で来てるからね。あ、いいんじゃない。なんか目光ってる、目光っている。ただまだ微妙。さあ、今度こそ蹴りをつける。おお、またまた、マジか、また SSR 来た。あれ、これは、ああ、昇格系ですね。いい。ああ、これは昇格しない。はいはいはい。まあまあまあ、ここら辺はいいですよと。ちゃっちゃとね、回していきたい。
まあここら辺はね、お、ゴールド、おい、ランクアップしていく。え、モンスピードか。まあはあ、なるほど。まあでも連続3回 SSR 来てる、強いぞ。もう一回行きたいと思います。おお、まただ。マジで連続連続できちゃっていいの？4回目連続4回 SSR 確定。しかもクルーだった。ロストベインのフカンカレーいいですね。いいね。でまたフルカウンターしていくとは。いいね。 SSR また来ましたよと。あ、こんな連続で来る、すごいな。黒騎士ニア、黒騎士ニア来てほしいな。漆黒の翼来てほしいよ。さあ漆黒の翼来るんだ。ここで当てるんだ。さあ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 、まあまあまあここら辺はね飛ばしていきの。どうだ、次来た来た。おお、リュードシエル根絶する時です。リュードシエルでしたか。まあまあまあ、でここでマイレージ溜まっているんで、おお、チャンドラー、チャンドラー来た。マジか。まあすごいな。今日はですねガチャ引いて、まあちょっと45個まだ、台あるんですけど、まあここまでにしたいと思います。SSR 連発しましたという感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。